前回はこの惑星ミラの探索についていろいろ知ってもらえたと思います。先住民のノボンが詳しく説明したんだから間違いないもん。広いもしか言ってなかったくせに。むむ。で、今回はこの惑星ミラを探索していくには避けられない戦闘について説明しますね。いよいよですもん。ワクワクするですもん。やっちゃうもんですもん。でも、あんた戦闘には参加しないじゃない。たつは戦闘が。いやー、ノポンは戦いが嫌いなんですもん。じゃあ、あんたは NLA でお留守番よ。ももも、たつここに置いていくつもりですもん。そうね、外は危険だし、あなたを捕まえた異星人たちもまだいるかもしれない。 NLA にいるのが一番安全よ。だな。おっちゃんは口出ししないでほしいですもん。タツは戦闘は嫌だけど冒険は一緒にしたいんですもん。それにタツがいないと皆さん困るですもん。なんでよ。この星にはたくさんのノポンがいるですもん。皆さん情報が欲しいんじゃないですかも。それはまあそうだ。そうですもん。でもノポンは人見知りで恥ずかしがり屋で気難しいですもん。皆さんじゃ絶対情報もらえないですもん。そこでこのタツですもん。タツの交渉術でスムーズに話が進むですもん。確かに一理あるな。おっちゃんもタツの大切さが分かったですもん。というわけで戦闘はリンさんたちにお任せするですもん。タツの冒険のお供としてしっかり戦うんですもん。こいつ原生生物をおびき出す餌にしてやろうかしら。いよいよ戦闘について知ってもらう時が来たわね。実戦で覚えてもらう方が早いだろうから、早速だけど NLA の近くで暴れている原生生物を討伐してもらうわ。ターゲットを見つけたら抜刀して戦闘開始よ。基本的な攻撃はナイフやソードなどで接近戦に持ち込む格闘。よし、やってやる。ライフルなどで離れたところからダメージを与える射撃。この2つの武器を切り替えてそれぞれに合った間合いを取ればオートで戦闘は進んでいくわ。いわゆるオートアタックね。そしてオートアタックとは別にもう一つ、ここに表示されているものが戦闘には欠かせない必殺技アーツよ。ここでアーツを選んで技を繰り出して戦っていくの。この星での戦いはアーツの使い方が生死を分けるほど重要なの。ここでの戦闘を知ることはアーツを知ることと言っても過言ではないわ。ではアーツのもっと詳しい話に行きましょう。アーツにはいくつかの種類があります。まず攻撃系の格闘アーツと射撃アーツ。格闘アーツはその名の通り接近戦のアーツです。そして遠距離攻撃の射撃アーツ。これに加えて支援アーツと弱体アーツがあります。支援アーツには味方を回復したり強化する効果があります。例えば物理耐性アップ。弱体アーツは敵をひるませるなど弱体効果を与えます。最初はちょっとややこしいですけど色で覚えるのが分かりやすいかもですね。それぞれのアーツは様々な効果を持っていますから、慣れてきたらあなた好みのアーツを自由にセットしてみてくださいね。いろんなアーツを織り交ぜながら戦うことで戦闘を有利に進めていけるんですよね。ええ、ただアーツを使う時には気をつけなければならないことが一つあるわ。リキャストよ。一度使ったアーツは次に使えるようになるまで一定時間待つ必要があるの。このことをリキャストというわ。
その間は別のアーツかオートアタックで攻撃よ。リキャスト完了。今よ。攻撃力は低いけど、いくらでも繰り出せるオートアタック、そしてリキャストが必要だけど強力なアーツ、この2つをバランスよく使い分けることが大切ね。さあ次は私たちも戦闘に入るわ。一緒に頑張りましょう。戦闘中私たちは声を掛け合って戦っているわ。それがソウルボイスよ。油断してるわ。格闘アーツで崩すわよ。ちょっと騒がしいと思うかもしれませんが、仲間と連携を取り合う上でとっても重要なことなんです。援護射撃お願いします。だったらこいつをお見舞いしてやる。戦闘開始。一斉射撃で流れをつかむ。仲間から声をかけられるとアーツが光って、あなたが次に撃つべきアーツを知らせてくれるの。そのアーツを使って仲間に答えることでソウルボイスが成立、アーツが強化されたり様々な効果が得られるわ。転ばしました。接近戦でいきましょう。分かってる。そして何より私たちの HP が回復していくのよ。つまり攻撃の手を休めることなく特殊効果を加えたり HP を回復したりできるというわけだから、ノンストップで攻撃を繰り出せる。接近戦でいきましょう。分かってる。手加減はなしだ。あと戦闘をしていると画面のセンターにサークルが現れることがあります。タイミングよく B ボタンを押すと、今度は逆にあなたが仲間に振りかけることができます。敵さん驚いてる。急所を狙い撃て。あなたのソウルボイスに仲間が応えてくれるわ。転倒させる。 HP も回復できるチャンスなので、見逃さないでくださいね。格闘で片付けよう。私がバシッと決めちゃいます。ソウルボイスには様々な種類があって、その効果も多彩よ。戦況に応じたソウルボイスを自分で設定できるから、自分なりの戦術を組み上げることができるわ。じゃあ次はその戦術について私たちの上官から話してもらうわね。よし、新入り、エルマからちゃんと教わってるか。彼なら大丈夫よ。私が選んだメンバーだもの。お前には期待がかかってるんだからな。しっかり頼むぜ。惑星ミラでの戦闘だが、効率的に戦ったり強力な敵と戦うには戦術も必要だ。いくつかのポイントがあるからしっかりついてこいよ。まずはアーツのコンボについて。攻撃アーツの中には組み合わせることでより大きな効果を発揮するものがある。格闘アーツを使った後に使うとダメージがアップするもの。そして射撃アーツを使った後に使うとダメージがアップするもの。ちゃんとコンボができるアーツを覚えておけよ。そしてさらに戦術的なのが崩しから転倒へのコンボだ。まずはアーツ効果で相手を崩す。続けて転倒効果のあるアーツを繰り出せばすってんころりんってわけだ。相手の動きを封じることができる上、与えるダメージは 1.5 倍の大幅アップだぞ。単発の攻撃じゃなく常にコンボを意識しながら戦うことね。そして位置取りにも気を使え。相手の背面からの攻撃、地形を生かした上下からの攻撃は命中率とクリティカル率が変化する。さらにアーツの中には位置取りによって効果が高まるものがあるから、それを生かさない手はない。馬鹿正直に真正面から戦う必要はないわ。どんどん弱点をついていきましょう。ま、要は戦闘では上腕二頭筋だけじゃなく頭も使えということだ。バンダムらしいアドバイスね。次は V 破壊だ。
敵によっては攻撃をするターゲットを部位ごとに狙うことができる。うざったい攻撃を仕掛けてくる部位なんかは早めに破壊してしまえば楽に戦いを進められるぜ。それに部位破壊すれば普通の討伐では手に入らない報酬が得られることもある。積極的に狙っていく価値があるわ。さて、ここで初心に戻ってもらおう。初めて戦闘に出た時に覚えたオートアタックだ。攻撃力が低いオートアタックはアーツに比べて一見地味に感じるかもしれないけど、とても重要な役割を果たしているのよ。その一つがダブルリキャストだ。アーツは一度使うと次に使うまでリキャストする時間が必要だ。だがオートアタックで攻撃し続けるとリキャストが完了しているアーツが2段階目のリキャストに突入する。これがダブルリキャストだ。通常のアーツ攻撃よりさらに強力なアーツ効果が得られる。いい動きだったわね。攻撃力の低いオートアタックで攻撃している時間はより大きな力を蓄えている時間でもあると言えるわね。その通りだ。そしてもう一つ、オートアタックの大切さが分かるのがテンションだな。オートアタックを行っている間はテンションという緑のゲージも溜まっていく。もし万が一仲間が倒れてしまった時も自分のテンションが十分溜まっていれば仲間を戦線に復帰させることができる。ありがとうございます。一緒に戦うチームのメンバーとしてはいざという時のためにある程度テンションは貯めておいてもらいたいわね。そのためにもオートアタックの大切さしっかり頭に叩き込んどけ。さあ、ぶつ切りの説明じゃ実際の戦闘の雰囲気が伝わらねえだろ。ちょっと長くなるが抜刀から討伐までノーカットで行くぜ。決まったわね。今だ、接近戦が有効よ。いいぞ、エルマのソウルボイスにしっかり応えてる。続けて格闘を。崩しから転倒のコンボが決まった。おかげで格闘アーツはリキャスト待ちだが、オートアタックでダブルリキャストが着々と進行中だな。チャンスだ。格闘で片付けよう。部位が増えました。挟み聞きましょう。たまに攻撃も食らってるんだが、ソウルボイスで息の合った攻撃のたびに回復してるからHP はほぼ満タンのままだ。ひたすら攻撃に徹する。それがここ惑星ミラの戦闘なのさ。転倒状態でダブルリキャストの格闘アーツ、これは効くぜ。そろそろ大詰めだな。レイドチャンスだ。格闘で片付けよう。いいチームになりそうじゃないか。私がバシッと決めちゃいます。勝利だ。戦闘について大体のことは話したと思うから、あとは慣れだな。頭が戦術を理解したら次は上腕二頭筋の出番だ。その前にもう一つ、私たちのとっておきのことも話しておかないと。おいおい、エルマ、この駆け出しにそこまで教えるか。ええ、うちのチームの期待の星だもの。エルマがそこまで言うなら分かった。じゃあ任せな。エルマの言ってたとっておきってのは、戦闘技能を大きく引き出せるオーバークロックギアのことだ。新入りのお前にはまだ使えないが、そのうち使えるようになるから覚えとけ。オーバークロックギアの発動中はアーツのリキャスト時間が大幅に短縮され、待ち時間なしで次々とアーツを繰り出すことができる。しかも射撃なら射撃アーツ、格闘なら格闘アーツ、同じアーツを連続で使うことでヒット数がカウントされ、カウントが増えるほど与えるダメージが大きくなっていく。つなげばつなぐほどどんどん強力になっていくというわけだ。オーバークロックギア発動中はダブルリキャストからさらに3段階目のリキャスト、トリプルリキャストが始まる。もちろんその効果はダブルリキャストを上回る破壊力だ。
オーバークロックギアは強力な技だが、さらに仲間が同時に発動すればその破壊力は絶大なものになる。どの局面でどう使うかはお前次第。使えるようになるのを楽しみにしてろよ。ま、戦闘について俺からはこんなもんかな。ちゃんとエルマの期待に応えろよ。うっちゃんうっちゃん、ダーツだって重要な戦術知っていますもん。お前がか。そうですもん。これを知らなきゃチーム全滅の悲劇が待ってる重要なことですもん。おお、そりゃすごいな。教えてほしいですかも。ああ、ただつまんねえ話だったら腕立て1億回上腕二頭筋をって、お前の場合手羽先とか手羽元か、どっちもうまそうだが。いや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 、おすすめはぼんじりですもん。てたつは食材じゃないですもん。なんだかんだ、やっぱタスと一番気が合うのはリンだな。ガンダム知れったら、どこをどう見ればタツと気が合うように見えるっていうのよ。で、チーム全滅を左右する重要なことって何？この惑星ミラでは、敵のことを見極められないと生き延びられないですもん。見極めるって？エネミーアイコンをチェックするですもん。レベルに注意することは前回話しましたもん。それ以外にも、このアイコンでいろんなことを知ることができますもん。へえ。このアイコンがついてる敵は目で察知して攻撃を仕掛けてくるタイプですもん。あ、見つかっちゃいました。逆に言うと視界に入らなければ安全ということですもん。なるほど。これは耳で察知して攻撃を仕掛けてきますもん。近くにいるからと安心してたらダメですもん。だからやり過ごしたいなら遠回りするのが一番ですもん。さらに赤い丸がついてるタイプには注意ですもん。近くで戦闘していると乱入してきますもん。一匹と戦ってたつもりがいつの間にか詰まってきて大変なことになっちゃいますもん。うわー、大乱戦。これと似ててもっとタチの悪いのが異星人ですもん。どんどん増えていきますもん。何この数、こんなの無理。とにかく油断しないことが大切ですもん。惑星ミラには極端に強いのがそこら辺を普通に歩いていますもん。そんな奴に見つかったらとにかく逃げるですもん。とにかく走るですもん。相手が諦めるまで走るですもん。逃げることはミラで一番重要な戦術ですもん。どうですもん、勉強になったですもん。うん、さすがミラの先住民ね。見直したわ。戦う相手のことちゃんと知るって大事なのね。そうですもそうですも。敵を知り己を知れば百戦危うきに近寄らずですも。あれ、結局自分は戦わないってことを言いたいわけですも。さて、戦闘関係はここまでにして、ここからは備えあれば憂いなし装備ですよ。あ、タツはもうブレイドホームに帰っていいから。まあ、タツは用なしですかも。タツはなしじゃなくってお芋でしょ。そうそう、タツは果物じゃなくお野菜ですもって。タツは食材じゃないですもん。ここが私たちブレイド隊員が装備を揃えるお店が集まっているショップ街です。装備の武器や防具にはそれぞれ属性や強化性能が設定されていて、見た目は似てても色々違いますから、お買い間違いのないように。私たちが装備できる武器ウェポンは格闘系と射撃系それぞれ一つずつ装備できます。格闘はナイフ、ソード、シールド、ジャベリン。射撃はライフル、ガン、ランチャーなどです。
そして防具、アーマー、頭、胴、右腕、左腕、足に分かれています。シリーズで揃えるとかっこいいですよね。いろいろなコーディネートがあって迷っちゃいますよ。そしてそして、そんな私たちブレードにとって必要不可欠な装備品を開発しているのがアームズカンパニーの企業さんたちです。各企業によって得意分野を生かした装備の開発を行っています。威力や自分の好みに合った企業の装備で戦闘をすることで、その企業の宣伝をすることになります。コマーシャル効果があると企業の支援となって新装備の開発にもつながるというわけです。戦闘を重ねることでお気に入りの企業も成長していくんですね。マノンの人たちが立ち上げた企業は異星人の高度な文明の粋を集めた装備、他にも新しい開発企業が増えれば使用できる装備の幅が広がっていきます。スロットが付いてるものがあります。そこにデバイスをはめることによって装備の強化や特殊効果をつけることができます。装備はショップだけでなく敵を倒すことでも手に入れることができますよ。中にはとんでもない性能を持った装備を持ってるのもいます。頑張っていい装備手に入れましょう。いい装備さえ揃えられればオーバードの1匹や2匹。装備の充実もいいけど自分たちの成長も怠らないでよ。はい、頑張ります。私たち自身の成長はインナーレベルとクラスランクによって確認できるわ。インナーレベルが低いといくら攻撃力や防御力が高い装備を揃えたとしても扱えないのよ。自分自身の成長があってこそさらなる強さを身につけられるということね。戦闘での勝利だけでなくフィールドのトレジャーボックスを見つけたり秘境の発見をしたり、私たちはさまざまな経験を積むことでも成長していくわ。強いのでも上がった気がします。そして自分の戦闘スタイルを組み上げていくのがクラスよ。はじめはまずバランスよくアーツを習得できる初期クラスで熟練を積むの。そして基本アーツを習得したら次のクラスへクラスチェンジすることができるわ。クラスによって覚えるアーツ、主要武器や能力が異なっている。どのクラスを選ぶかはあなたが目指す戦闘スタイル次第ね。そしてより上位のクラスを経験していくことでそのクラスならではのアーツや能力が蓄積され自分の戦闘スタイルを研ぎ澄ましていくことができるわ。アーツ、ソウルボイス、オーバークロックギア、そして様々な装備、この私たちの戦う力は生き延びるため、そして地球人類を存続させるための力よ。それを阻もうとする者には全力で立ち向かうわ。 NLA の住民全員でね。あなたと共に任務に就くのはリンと私だけではないわ。このブレイドに所属する者たち、 NLA に住んでいる者たち、みんながこの惑星ミラで生き延びたい、 NLA を守りたいという気持ちでいる。そんな様々な仲間を加えて最大4人のチームを組むことができるわ。彼女はインターセプター所属のイリーナ。
ちょっと男勝りだけど NLA 住民を守りたいという使命感にあふれているわ。この星にはさ、私たちだけしかいないだろう。あいつらの肩にだって地球人の希望が乗っかってる。そう考えたらさ、体が勝手に動いてた。バーストグレネード、ブイを破壊した。転ばしてやれ。道を作る。私についてきな。助かります。サンキューな。彼はグイーン、イリーナの部下でインターセプター所属よ。何にでも一生懸命になれる若さが魅力ね。先輩ってもしかして動物飼ってたんですか？まあ、犬をな、地球にいた頃。やっぱり。アイシャ、無茶だよ。無茶はお前だ。グイーン先輩。こいつは引き受ける。アイシャを連れて NLA に戻れ。狙いはバッチリ。撃ち出すよ。ありがとうございます。接近戦でリズムを維持して。よし、こいつで決めてやる。彼はアバランチ所属のダグ、ブレイドを代表するドール乗りよ。そして見かけによらず繊細な優しさを持っているわ。大丈夫です。ダグが応急処置してくれたから。さすがダグさん。なに、あんたらが戦ってるのが見えたもんでね。一番乗りできなくても役に立てることがあってよかったよ。優勢剣、優勢ロード、やってやったぜ。チャンスだぜ。ビームブラスト。彼はパスファインダー所属のラオ。いつもひょうひょうとした人ね。でも腕は一級。仲間からの人望も熱いわ。よう、エルマじゃないか。チームベリサルダのリーダーラオだ。よろしくな。ところでその丸っこいやつは何だ？非常食か何かか？非常食じゃないですもん。喋るのか。外すかよ。ファーストダウンだ。続けて撃て。任務に就くにあたって NLA の仲間たちに声をかければ、いろんな人たちが喜んで協力してくれるわ。あなたが驚くような人も手を貸してくれるかもしれないわよ。そう、私たちは決して一人ではない。私たちが助け合っていくことが生き延びるために一番必要なことかもしれないわね。もう一発お願いします。はい、これで有利になりますね。それその顔、そんな風に絶望に歪んだ地球人の顔を見たいがためさね。目障りだからね、地球人は。地球人の目の前でそいつをぶち壊してやるのも楽しい。黙りなさい。あいつを倒す。こんなロボット相手にどうやって戦うんですもん。エルマさん。私たち地球人が生き抜いていくための力、アーツ、戦術、装備、そして仲間、さらにもう一つの力を知ってもらわなきゃならないわね。次回はドールよ。